皆さんこんにちは、ショコモコです。今日はとある日の夕方から寝るまでの様子をお送りしていきたいと思います。いきなり動画を撮ろうと思って撮り始めたので、いつもにも増して平凡な日常ですが、よかったら最後まで見ていってください。この日はスーパーから帰ってきたのが夕方の6時ぐらいでした。娘はバイトの日で、主人はいつものように帰りが遅いので、夕飯を作り始めるのも寝るのも遅い日の様子です。 YouTube を始めて2年以上経つんですけど、最近何を撮っていいのか分からなくなって、何も撮れてないので急に撮影をし始めました。なのでいつもにも増してさらに普通の日常です。ナレーションは苦手ですが、少しお話でもしながら進めたいと思います。よかったら家事をしながらとか見てもらえると嬉しいです。キャンドゥのケースに買ってきた牛乳と野菜ジュースを入れておきます。そして冷蔵庫にしまうものをどんどんしまっていきます。いつも買ってるブルガリアヨーグルトもケースに入れて冷蔵庫の中に入れていきます。そして全部片付いたら、一番好きな飲み物カフェオレを入れて、今からちょっと休憩したいと思います。私がカフェオレを飲むと自分もおやつの時間だと思っていつも急いでやってきます。そしてご飯を作る前の時間を使っていただいたコメントのお返事をしたりしました。いつもありがとうございます。6時半ぐらいになったので、そろそろ夕飯を作り始めたいと思います。カメラを鏡代わりに使って、熱いので髪を結んで夕飯の支度を始めます。まずは切るものを全部先に切っていきます。たまにこんなこともあります。爪を切ったかと思いました。キャベツは芯をくり抜いて中に濡らしたティッシュペーパーを入れて、野菜保存袋の中に入れて収納すると、長く持つので燃えてしまっています。
リーブオイルをひいて野菜を炒めていきます。隣のお鍋ではスープを作っていきます。今日はほうれん草と卵の違ったほうれん草とえのきと卵のスープを作ります。味付けは鶏ガラとお醤油。こちらは冷凍してたえのきを入れてます。の具材にはお塩とナツメグ、そして少々のお酒を入れて炒めます。お皿を準備して先に野菜だけを盛り付けておきます。そして洗濯物を取り込むのを忘れてたので急いで取り込みます。そして買ってきたスイカを切っていきたいと思います。今日食べない分は 3COINS の折りたたみコンテナに入れて冷蔵庫に入れておきます。で、このスイカの残った部分は皮を剥いてお漬物にしていきます。夏にぴったりの色の綺麗なお漬物になります。袋に入れて一晩置いたら食べ頃になります。
飯は出来上がってるんですけど、その前にお散歩に行きます。The way we used to be.